俺、草や。みんなちょっと待って、こういう時って普通さ、草人の方うんちにしないな。なんでお前がうんちなんだ。おもろすぎんだろ、高大くんよ。次回作期待。ごめん、オープニング取り忘れて後取りなんだけど、こちらの無理って構成やっていきたいと思います。ノコノコを一体倒してから殺していきたい。こいつを倒せばいいだけ？なあ！そういうことか、ここに隠しブロックがあるから普通に行くと絶対死んじゃうってことね。箱を上に乗せてボヨンボヨンさせた後にヒップトラップキャッスル。それでいける。天才草野人は見せられません。ギリギリに置いて壁キックか、これ。正解聞いたんじゃないですかね。これを、ここに置いて、あ、ちょっともうちょっともうちょっと端に置いて、ギリに置いて、壁キックしてすぐに行っても無理なんでーす。他に箱を使って何かする手段なんねえもんな。さっきのボヨンボヨン作戦が壁キック作戦だけだと思うんだけどさ、こうやったところ絶対こうなっちまうじゃん。一つ思いついちまって、箱持ったままノコノコを踏んで、踏んだ瞬間に離せば、下に箱が行ってなんとか死なないとかそういう手段になるはずねえだろ。わかった、振動で殺す作戦。この箱をね、ノコノコちゃんの上にボヨンボヨンさせてからの俺がでんぐり返して、振動させて通り抜けるんかーい。これさ、箱使わんでもさ、ギリギリで壁キックできねえかな。こうちょっと入ってすぐ壁キック。うわ、あ、できるはできるけど、反応、踏んで、あ、踏むとでも無理か。ピンポイントのこの小作戦どうだ？オッケー！あ、やっぱいけんじゃん！いけるぞ！これでもう一回、ああでもね、多分これね、正規のやり方じゃねえ気がすんだよな。だってさ、箱の意味ねえじゃん。正規のやり方も知ってる人いたら教えてくれ。草人チャンネル。一の字ある PC 100個を急いで全て埋もうということで、70秒以内だとウルトラスーパー超大祭ということで、草人だったらウルトラスーパー超大祭になるじゃん。一の字ある PC を100個全て押すコースということで、なんとね、こちらのコース70秒以内にクリアすると、スーパーウルトラ超天才らしいからね、草人だったら一発で70秒以内にクリアするからみんな見てろな。ここまでね、ほとんどミスなく来れておりません。もう天才もこの時点でわかる。天才の嗅覚があるね。わかるよね。みんなもわかるよね。なんだなんでこんなにうまい。オッケーオッケーオッケー。来てる来てる。まあ実況者だったらね、とりあえず一発でクリアするのは余裕だとして、できる80秒だったからね、開始が80秒だったから、10秒残してできれば超天才らしいからね、スーパーウルトラ超天才って書いてあったからね、もうとんでもなく天才だよ。バカっぽい。その言い方がバカっぽい。オッケー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 。来てるよ来てるよ。で、うめえな、こういうところもマジでよ。ちょっと待って、これ無理じゃねえか、時間間に合うな。調子乗っときながら間に合う。みんなバカにしてくれていいからね。もしこれで10秒残してクリアできなかったら、もうクソダコボケ仲間仲間じゃなくて、言えねえじゃねえか、分かったね。オッケー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 。やばい、あと5秒。いける。あい、こたのやけー。みんな俺バカしたんだけどさ、みんな聞いてくれる？ここ押してます。一番最初にミスってるやけー。はい、ということでみんな来ましたよ。これで70秒以内クリア、ありがとう、Thank you! ベストタイムゲッチュー。草人チャンネル。世界一早い超高速ウルトラ高速ピージャン高速で、前パート1やってめっちゃ面白かったからね、今回パート2やっていきたいと思うんですけど、早いの字ちょっと違うよ。世界一早い超高速ウルトラ高速ピージャン高速でやっていきたいと思うんですけど、うわーっていう感じでやっていけばいいんだけど、ドスに押されて、うわーはいイヤピーということで、こういう、うわーはいここが Z だったね。Z からのこういうことやな、こういうことやな、ここでもう一回、うわーはいで、これはどうしたいんだ、もう一回押された、うわーはいうわーはいうわーはいあったうわさおらーおらーほいやほいや、しょっちゅう関係とありがとう、センキューということで、まだ終わりじゃないよね。はい、ここはなんだ、何をすればいいんだ。おらーほいおわほい、こういうことやろ、こうやって。おらーほいおわほい、ちょっとね、難しすぎるって。この、おらーと、こういうことやな。オッケー、壁キックしろって、ドン。こっちいいのか、こっちいいのか、よくある。おらーほいって、こういうことやな。おらーちょっと待ってね。まだ終わんねえ。罠使いそうせなんで罠、おらーほい、ここなんだ、あ、こいつ、たまだ生きてるよ、まだ死んでるよ。おらーからのジャンプ、おらーからのジャンプして、はい、こっち来て、ボヨヨンしますよ。おらーからのジャンプ、はい、ピースイッチ押しますよ。おらーからのジャンプ、はい、こっちに落ちて、こっちに落ちます。おらーからのジャンプ、ほいと、ほいと、おほほほつかめまーし。ありがとう。これ、ちなみにこっち側に行きたかったけど、この後降りるから大丈夫だ。先見れるようなもないかーい。
サージンチャンネル。デカチビオンオフチャレンジいってみよう。デカチビオンオフチャレンジって、あ、これキノコを取るとオフが切り替わってダメージ食らって小さくなると思うか、オフめちゃ天才か。構成作者天才かということでやっていきたいと思います。これは、キノコを取るとオフになるから、ここでキノコを取って、オフにしてから床が出てきます。それで一回、ここで、オンにしてここ取れろって、オフにしてこういうことやな。天才すぎるって制作者。天才すぎる。デカマリオの時は、じゃあ、チビマリオの時はオン、デカマリオの時はオフってことやね。これも取らない、キノコ取らない、キノコ取らない。で、ここはキノコ取らないといけないってことやね。そうして、オフにしてこの土台作って逆にこれはダメージを食らってオンにして、おぉ！あ、それ取っちゃダメだって！みんな、これはね、キノコちゃんと避けていきますって。これ、ま、ちょっと天才すぎねえか、どういう仕掛けなのかどうかわかんねえし、仕掛けがそれを知ってたとしてもさ、こんなアイデア思いつかんってどういうことや、この制作者天才すぎんだろうな。やばくねえか、このアイデア。これ鍵を取って戻っていいんだよね。どうしらと、何をると、そういうことか、そういうことか。土台が出てくるから、それに乗っちゃっていいんだよね。あ、下ダメージ食らうんかーい。はい、落ちます。で、すぐに飛び乗る。こういうことやね。オッケー、ありがとうございます。ということで、そのまま勢いでいけばいいってことだ。なんでお前いいんだよな、チビにしないでくれよ。ということで、鍵止めに入りますね。まだ終わりじゃないと思うんだよな。結構長いコースだと思うんだけど、どういうこと？何？ちょ、考えさせるコースだけはやめてくれ。バカバレンジャーやめてくんね。あ、こっち行けってことか。そういうことね。で、あ、これに食らって、はい、天才クサージンでした。ごめんなさい。これは、走りながらキノコ取ってすぐにこういうことやな。完璧や！何？どういうこと？あ、食らっていいんだよね。食らっていいよね。食らっていいよね。で、切り替わって、一回ここでキノコを、取ったら、タイミング重要よ。はい、こんくらい。オッケー、ありがとうございます。9ということで、ちょっと待って、これはいいんだよな。いいんだ。一回食らってからこっち側行けってことが、うわー、ちょっと待って、こっからハラハラするね。すごいハラハラする。これはいいんだよな。言っていいんだよな。キノコ取っていいのか。どっちなんだい？オッケー。はい、こんくらいのタイミング OK、ありがとう、センキューということで、これで終わりじゃないよね、まだ終わりじゃないよ、どうすんの、どうなるよ、先が見えないと不安になるよ。え、なに、あ、これは、こういうことで、食らいながら登っていく、ここは取っちゃダメ、これも全部取っちゃダメだよな。全部取っちゃダメ、OK! あ、いいんだよね、行っていいんだよね、ここでアイテム取らなきゃいけなくない？え、ないんですけどね、どちらと下って書いてありますけど、何、アイテムはどこだよ、あ、あった、ありがとうございます、これで、バイヤーアンして、ね、こういうことだよな、OK、下に行きまして、これも、多分、ダメだよね、食らっちゃダメだよな。おそらくダメだと思うんだよね。ダメだよね。ダメだよね。あ、いいんだ、いいんだ、いいんだ。食らっちゃって。あ！もう一回食らってから切り替わったらすぐにジャンプして、オッケー、ありがとう、センキューということで、多分これで終わりなんじゃないか。そろそろ終わりだよね。まあ、ボス戦やんのかーい。まさかでも中間ありがとうございます。ボス戦どんな感じのボス戦なんでしょうか。あ、普通にこいつ倒せばいいだけ。あ、ちょっと待ってね。キノコ、お前普通死ぬんか、あさんのかい。はい、こいつは余裕で倒させていただきまして、鍵止めらに入りまして、これで終わりかな。はい。なびっくりした、びっくりした、びっくりした。アイテム何書いてくれ、アイテムあった、切り替わった、はい、ありがとう、セキュー。サージンチャンネル。課金するほど簡単になるアイテム禁止コースということで、課金ゼロでクリアしたのに100万円もプレゼントしてくれんのということで、やっていきたいと思います。課金するほど簡単になるアイテム禁止コースということでやっていきたいと思うんですけど、まずはハイ課金税でいきたいと思います。40コイン。超課金しちゃった。グヘグヘヘヘヘヘヘとかいうので。ちょっと待って。めちゃくちゃ課金したのにまだまだアイテムあんじゃねえか。嘘でしょ。結構アイテムあるんですけど、これ待って、これでハイ課金ってことは、無課金めっちゃむずくね。これでまだもう終わり的な感じ。あ、でもコース自体は短い、あ、かなり短いんだね。ということで、ゴールありがとう、センキュー。はい、ということで、ちょっとだけ今度は課金しながらやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、8コインくらい取ったのかな、やっていきたいと思いますよ。なるほどね。あ、もうそれは無理だって。お前、ふざけ。こっちとら課金してんのに、その引っ掛けはねえだろうが、バカ誰がよ。ちょっと待って。オッケー、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 オッケー。あ、でも、ゆっくり行けばそんなに難しくはなさそうだね。はい、はい。ありがとうございます、ありがとうございます。奏でてるね。すごい方、上からいけるね。あ、ちょっと待って。あ、これでも、あ、ちょっと待って。いや、じゃあ、いいよ、いいよ、OK、10コイン取り忘れちゃったけど、いいや、もう。はい、ということで、これで、ちょい課金税も、はい、クリア、ありがとう、センキュー。はい、ということで、来ました、今度は無課金だぞ。しかもね、これクリアしたらね、制作者から100万円もらえるらしいからね、ありがとうございます。絶対クリアしたるからな、ということで、一発クリアだとか書いてなかったからね、何回やってもいいってことだよな。超優しいじゃねえかな。ほんと100万円くれんのか、OK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 。でも、いけるぞ、みんな。これ、一発クリアもいけんじゃねえのか、この調子でいけば。ガチャいける、ガチャいける。はい、オッケー。オッケー。で、これは、このぐらいのタイミングでいけば、あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、いける、みんないける !100 万円 !100 万円よし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 。100万円ゲットしたら、このアイテム、ここのアイテム禁止コースに全部使うんだ。お金全部、あ、これちょっとね、タイミング重要だな。ダッシュしててなんとかあそこ切り抜けろ的な。あ、これさ、
すぐにジャンプして、すぐ、こい、こっち、こっち、あちゃあちゃあちゃあ、ともちゃん、ともちゃん、いや、だいたいコツ掴んできたぞ。助走をつけて、こんくらい、ありがとうございます、100万円あ、100万円、ほんとに制作者さん100万円くれるんでしょうね、ということで。はい、よろしくお願いします。クリアさせていただきます。ありがとうございます。